ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。まだレバーチェックです。あげると海外勢が分かりやすい。おっと、ファーストトゥーファイブ、テンテンだね。あ、こっちだね。編集で10。はい、もう少々お待ちください。もう少々お待ちください。はい、で、ライブ配信 OK？ はい、OK です。りょうさん、大丈夫ですか？ここはやっぱ解説しないの？解説マイク僕とケイシンさんで行こうかな。トネピン、編集画面をやってくれるんで、これはもらう。はい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 。じゃあ、倉橋さん入ってください。 OK、 準備できました。さあ、それではとうとう来ましたね。これってなんかここ枠が、いや、これは大丈夫です。入ってないです。はい、それでは大変お待たせいたしました。小物道4ヒデ VS 倉橋、始めていきましょう。今日も、10本選手ですね。ですが、デュースがあり、9対9で並んだときはそこから日本選手に変更になります。ミサをつけるまでつける、ミサをつけるまでですね。なるほどね、ミサをつけるまでやるぞという感じですね。はい、これ小物道公式ルールですのでよろしくお願いします。さあ、ヒデチュンリー対倉橋、最初のラウンドは倉橋から。試合の真空という感じですね。ルバ表では、はい、倉橋優勢と、なるほど、いう感じでいろんな人にちょっとアンケート取ったんですけども、そうです、倉橋が勝つのではないかという声が多かったんですね。なるほど。おっと、安いな。私もちょっとこの小物道の対戦に、はい、さっきあれですね、どっちが有利だと思いますかっていう、はい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 、アンケートを取らせてもらったんですけども、それは逆にチュンリーが少し有利なのではないかというような、キャラ的にということ。そうですね、チュンリー有利、ややチュンリー有利という意見が6割強を占めていたというようなところで、キャラの比で、でも勝つのは倉橋ではないかと、なるほど、いうような意見というところですね。まあ、倉橋流の知名度が非常に高いというのもその辺の出場表には多少あるのかもしれませんが、ですね、はい、僕このゲーム長年見てますけど、はい、倉橋さんがこういう長丁場のルールで負けてるのをほとんど見たことないですね。あ、なるほど。まず倉橋さんは負ける対戦のこういうのでやらない、それはあるっていうのがあるんだけども、はい、それにしてもですね、はい、とにかく、うん、修正力の高さが売りですね。なので例えばここでこう 2試合ぐらいヒデが取ったっていう状況でスタートしたとしても、そこからこう10作というそこそこのスパンの中で修正して、はい、優勢に変えていったりっていう、そうですね、その修正力ですね。倉橋
うまいなぁ。やったことのある人はみんなそこをかなり身近で感じていると思いますが、そしていろいろな最近のイベントでも皆さん感じていると思いますが、さあどうなるかと。私もあの先ほどあの私の2回転でちょっと、ねはい、予想と言いますか、ね、しましたけれども、まずヒデが先行するところからスタートして、はい、それをクラッシュが押し返していくみたいな展開になるんではないかな。あるいはクラッシュが先行してしまうと、もしかするとヒデはそうですね、圧倒があり得るなと、はい、展開せないこともあるんじゃないかっていうようなそういった会話をしたりしましたが、はい、ただここまではヒデ全くあれです、今のところ 1-0 からの3セットですが、ね、はい、あの動きは悪くない感じで、倉橋龍がしかし、あの真空をすでに2回決めてるんで、そうですね、響かないといいですね。そうですね、まあ、お互いあのそれなりにこうヒデ側もクラッシュ側も、はい、リュウ・チュンリーのそうそうたるメンバーと調整はしていたということなので、1ヶ月が、はい、準備期間があるというのが本当にあこのイベントの面白いところで、はい、なるほどね、その間どう取り組むかということですね、はい、ただその代わりだけやってるかってしまってというのもありますね。そうですね、はいはい、そうですね、この体力は3ラウンド目なら真空で死ぬでしょう。ナイスガード、使い切れる、バックジャンプ、これはもうミスらなければというところで、サーヒで取り返して1-1、はい、まあ、0-2と1-1ではもうあの心理的には天と地の差がありますので、はい、あ、私のマイクが少し小さいかもと、はい、あ、横に持った方がいい、あ、本当だ、あ、だいぶ持ち方でも変わるんですが、はい、あ、ありがとうございます。出る、アッパー、そしてピオリチ、ピオリ、そこらピオリ角です、ピオリ、死ぬ、いやー、今の押し込み方は素晴らしいですね、すごいですね、こういうのを1回見せると、うん、チュンリー側もあれがあるっていうのを、そうですね、そして今のワンの重さが、はい、桁違いになってくる、そうですね、そして今ジンレースが、はい、おっと、これは厳しいぞ、このラウンドの開幕カスマって、はい、あれ結構打ってないの見てからフィーカス出してるんですよね、前飛んでみて、はい、からも勝てるんですよね、はい、でもし打ってたらジャンプ大パンからコンボを決めて、打ってなかったらキックボタンを押して、おっとこれはあ、おいや勝利出さなかった、あ、おっと今波動で確定打ちたが、ちょっとそこは慎重に、まあ、飛んでくるだろうというのはありますね、チュンリー使いはああいう時は結構飛びます。さあこの3試合目は2ラウンドともクラッシュがほぼ完璧でした。そうですね、はい、さあここまではクラッシュが先行する展開で 2-1 となっています。しかしヒデの動きは非常に悪くはないですね、これは戦っています、まだ全くわからないなというところ。さあ飛ぶアッパーで返す、これは、はい、若干不利なところからの、はい、打開を狙った飛びですね、ですね、飛び回るんだぞということで、お互いそうですね、先にクラウシー龍がそういう動きを見せてヒデもやり返したというところ、はい、そしてアッパータイプだったのでね、このラウンドもまだ全くわからない、おっと今のはちょっと距離を誤った、中間タイプ決まっていれば真空で死んでましたが、わーっとヒット確認投げヒット確認投げ結構強いんですよね、なるほど、はい、今のはあの近距離中距離が距離が少しと円柱形になってしまったので出かかれてということで、出かかりで潰されましたね。お、今のは差し死の攻めですね、カラジャンプライアシ、あと壊しにしたのに勝利が当たってしまう、あーなるほど、壊しは近すぎるとさすがにというところですね。さあちょっと2画目8、だいぶ心理的なプレッシャーが綺麗に効いてきてる感があります。さあこれは悪くないですよね、ガードなら全く問題ない。しかしさあここからがね、投げる、うわこの辺の思い切りが ね、 そ、 うですね、そしてこの空中ヒットはさあ今の重ねはあの竜巻で逃げられるので、重ねるならあのセオチュンリーがやってるね、はい、遅らせ背中蹴りがいいんじゃないかというような、その代わり昇竜に先飛びが難しくなりますね。あーなるほど、あれ出ないらしいですよ、出ます出ます出ます、あそうなんです、マットさんが 100% 出すんで、あそうなんですか、というような知らせ、ちょっとそのあたりの最新の攻略私存じなくて申し訳ありません。さあ3位と4試合終わって投げは通さない、投げられる時よってほぼ死ぬのでここは暴れます、いい飛び、はい、そして100円暴れ、パレスチナのような当てる時あれは、ね、非常に強いですからね。さあ、ここはハロー、ここはね、これ投げるが、うん、ナイス、いいですね、よく出した、お互いいいよね、ですね、お互い正解だと思います。
そう、これは確定ですね、うん、拾っており、うん、なるほど。あの早めテンションのおかげで2ヒットに済ませたから、はい、戦力が2ヒットか、あ、そういうことなんですね。あ、そうですね、あれはまあ3発当たらないので、うん、テンション2発か、追い打ち2発以上って感じで確定を決めてきましたね。まあ、ヒデチェンリの、はい、押し返しの飛行権が多いのが、はい、寺橋さんにとっては飛びポイントだなと、そういう読みになったポイントね。あと、さあちょっとここは、うん、しかしここのヒデも打たないということは、まあ、それなりに星は称賛されてるんですが、そうですね、全然こう落ち着いてるということの、はい、現れだと思います。さあ、さあブラッシュ渋滞にさあ、これで死ぬ体力ですね。ほぼ死ぬ体力という感じですね。さあ、遠距離で。さあ、やった。ああ、これは痛い。これ確定あると思うんですが、あっとっと。今ね。今のスピニングからの読み合いがまだ残りましたけども。多分今、アントニージャンプ大パンチから即真空出して、密着大昇竜で、竜は勝った。勝ったことないんですが、まあ、ちょっと難しいので、スッキリしなかったです。なるほど。削りだとそれが最大ですね。あ、そうですね。8ショットをかけて続けて、さあ、この。この超遠距離やばいですよ、もう素晴らしいですね、読み切り自信を持ってるんですよね、いつだろうってね。さあ、これはちょっと黙らされましたね。そうですね、ちょっと1ラウンド目、まあ正直ミスで負けた感があったので、はい、神経を下まぐらいしてしまった。うわ、そうですね、これは当たれば勝てると体力計算。さあ、5試合終わって 4-1 となっています。本日は、5試合等の、5勝等での交代はしないという交代なしになりますよね、はいはい、このままやっていくというところです。これはカズさんが 2P 固定ですね、はい、今回は特段あれですね、ワンピース系とも後ろにこう応援がついてということはなくないですね、はい、みんなこのリュウ・チュンリーを見るっていう立場で、はい、観戦している感じです。チュンリー使い横のつながりがないっていう話です。あ、そうですね、チュンリー使いの中の悪さが露呈してしまっているというような特徴は、そんなことはないと思います。あ、今のウクラフザクうまいですね。うまいですね。そして対応力がかなり、もうすでにかなり対ヒデがそうですね、伝わりつつあるというような正直ここから、うん、もうこうなると寺橋流は戦列で抜けられても、はい、全くどうしないと思うんですよね。はい、そして今、真空重ねからの上り大ゲットは相打ち以上なので、なるほど、これが一番確実ですね。先月も大丈夫ですもんね。そうですね、そしてスピニングが小中大、どれでも絶対に相打ち以上取れないので、確実に勝てます。さあ、この画面足を大事にしたいが、はい、真空が溜まってしまう。そうですね、溜まってしまうと画面足を維持するというのが、あまりダメージは取れないので、苦しい。しかし、一回使って、おお、その勝利なんですよ。今、この勝利を使う人があまりないんですよね。ガードしたあの下段を蹴りましたね。今の勝利、かなり減った。倉橋が 5-1、はい、この3試合ぐらいストレートですか。ちょっとこう、勢いが目に見えてきてる感じになっている。さあ、今日見ていただいている人、おそらくこう倉橋さん戦ということでかなり多いんじゃないかと思うので、うん、ヒデチンリについてどういうプレイヤーかっていうのを情報として皆さんにお話ししたいなって思っていたんですが、はい、ヒデチンリはバーサスで X を始めて東西戦で、はい、を毎週来て強くなっていったプレイヤーなんですが、まだ初めて4年とか5年ぐらい、いや、でも12年ぐらいからやってませんか。おそらくもう6、7年経つとは思うんですよ。経つってか、うん、初めはもう本当にね、ど素人っていう、そうですね、そっからもうすでに、ただすごいあれなんですよね、他の人にこう、いろいろ言われても、はい、素直に受け入れてね、そうですね、どんどん修正してということで、それでメキメキと強くなっていっている。投げる、しかし終盤挟んだので気はない。そして流線が一番好きなカードぐらいの感じで、そうですね、かなりやり込んでいる。うわー、パク。さあ、今真空が出なかったが状況は悪くないですね。さあ、そしてこの画面キープを、はい、チェンリーとしても打開したい。うわー、今ね、とうとう通った。あの昇竜の光に戦列で一気に殺せる対応力をつけないと、倉橋竜はずっと使い続けますよ。あれって戦列に勝てるじゃないですか。そうですね、だから光に戦列差し返せないとリスクがめちゃくちゃ少ないんですよね。
走で。あ、倉橋が止まらず、これで5連勝ですね。そうですね、1日から5連勝と。読んだ、だいぶ暴れポイントが読まれてきてるで、ね、もう嵐が通るポイントもだいぶこう倉橋の中で固まってきてる、固まってきそうですね、ところがある。結局人体というのはとても重要という、そうですね、ことなんです。特にこういう長丁場、はい、すごく大きく出ます。これは、はい、この距離反応できねえだろ波動が。そうなんです。なんでこの波動に戦列で抜けられないのかなって見てる方すごいかもしれないです。うん、これが切れ端波動なんですよね。そうですね、はい、そしてちょうど落ちない間合いのジャンプ強キック、はい、これが先ほどからよく使っている。チュンリーはね、飛行機を見てからガードしかないジャンプ大キックでリュウに飛ばれるのが非常にきついんですけども、こういうのですね。別にガードなんですけど押されるんですよね。ガードから波動までがね、暴れられないので押し返される、押されるんですね。さおっと、まあ、これはガードでもいいという感じです。おっとっとっと、さあこれで、いや、今のは空発が握ったんじゃないですかね。あ、なるほど、おっと大キックに重ねげを重ねげ、おー、なんか今決めに行きましたね。ちょっと遊び心、うわよくつないだ。さあ、かなり久しぶりにラウンドを取った平均っていう、ここから、そうですね、パス的にはもう折り返し地点過ぎてるかもしれないので、なんとか打開策を、ミスを嫌ったという感じなので、はい、殺し切った感はないですよね。そうですね、いきなり画面端に追い詰められる、はい、先ほどからこの形が長いので、はい、それが勝率に直結する感じですね。はい、厳しい。そしてこれだけやってまだ一度も波動戦列で抜けられてないですね。そうですね、はい、ヒデはかなり反応がいいプレイヤーなので波動の戦列抜けは得意な方だと思うんですが、うん、しかしここはもうミスらなければここは取れそうという感じになっている。これはもう大ボスの最優先で、はい、大ボス真空と、そうですね、取り返した。これはいい勝利だと思います。そしてヒデもよく見た。さあ5試合の後の6試合ぶりにヒデが1本取り返して6-2となります。まあこれで8対4の先取りという感じになりますので、取り返すためにはヒデが倍以上の差をつける必要があります。そうですね、まあ、守りタイプのプレイヤーなので、はい、一気に殺すのがちょっと難しいかもしれないですけども、ね、おっと、はい、戦列が溜まってからの優位戦で戦うプレイヤーなんですけども、うん、は倉橋龍はチュンリーが溜まった後の立ち回りが歴代の龍の中で多分トップに近いレベルなんです。トップはすみません、ヒロヤン龍だと思うんですけどもその次ぐらいのレベルがあります。なのでヒデの得意な分野で今戦ってますよ、倉橋龍は。なのでお互い のいいところを出して戦っている状態になっているというふうに私は思います。さあちょっとミスった。さあ踏ませて、これだけでかなり、そうですね、これゲージ状況も含めて、おっと打った。しかしこれはトリカゴが継続なのでサービスとしてあった。お、安いが、あ、さあちょっと2回どうする、投げる、死にますね、体力は死にます。さあ先ほどの久しぶりの敗戦の後にサクッと勝ってしまうと、これはだいぶこの7勝目というのは流れを持ってかせないというのはでかいですね。かなりこの7勝目は大きいかもしれませんが、しかしまだまだあと3試合以上ありますので、フィーチューに頑張ってほしい。飛ぶ、さあまだ上向いている。そうです、ね、早出しのテンションにも倉橋龍は結構見てから、はい、上り大キックみたいな大キックやって潰してきたりとかするんですけど、そこも見てから結構倉橋龍を出してるんですよ。なのでこの人の開幕飛びはかなりのバリエーションがあって、ものすごく面倒くさいです。ゲージは作ったが、はい、ただ先ほどからこの溜まった後でダメージをヒデがあまり取れてないんですよ。そうですね、投げに行かないとダメなんですが、最終的にはそうですね。倉橋はそれをこのようにね、うまい、今のこう押し返しのイメージよね、はい、あれはちょうど裏に行ってしまうので龍が5分以上の状況という感じでしたね。しゃがみ技、しゃがみ系で落ちるところを落とす感じですね。ですかね、ただ今ギリギリの裏に回ったので、ギリギリですかね、確かに。しゃがパン
間ももしかすると広い方を逆側に打つことかもしれない。そうなるともうね、広い方にジャンプするとかそういうことくだらないですね。はい、非常に辛い。もしくは立ちガードしてしまうか。はい、もう少しね、踏みつけ投げとかね、チュンリーの薄汚い連携を、はい、駆使していけば、クラッシュ流も意識をそっちに割かないといけなくなるんですが、ピテがかなり綺麗ですよね。そうですね。いやここも見られて、はい、倉橋8位いいですか。うん、10試合が終わって8-2と。でね、基本的に、はい、チュンリーの勝つパターンって、はい、リュウを画面端に追い詰めて勝つか、そうですね、戦列を当ててきてるんですが、まあ、もう2言で言ってしまうとそうなんですが、うん、今のところ画面端に押して勝つっていうのがないです、ね、あったかなぐらいですよね。あれはもう無理なんですよ。この状況だったら、うん、チュンリーは絶対勝たないといけないんですよ。うん、はい、だけど結構取り返されてるんですよね、この状況からね。こういう状況になったらなんとか頑張ってラウンドを取ってほしい。これは飛んだ。まあでもクラッシュ流は全く動じないですよね。そうですね、この状況で飛ぶかねって思ってると思います。はい、波動打ってたんで死にましたが、打ってなかったらね、もう、そうですね、もうチュンリーからのガッツは全然死んでもおかしくないという状況。ここまで追い詰められてるならもう、はい、精神的に余裕を持っていけるなぐらいにクラッシュ流を持っていると思います。まだ止まってないです。この線はでかいぞ。これは絶対に取らないといけない。高い投げ返す。しかし広い方に行ってしまった。これで状況は、まあ、ややチュンリー有利程度まで戻ってしまう。そうですね、はい、さあここから体力を大事にしたいんだが、はい、前に行かないとダメージもない。さあワイヤーもらう。そうしかった。朝っぱで今ショットでしたよね。弱でしたね。弱で打ってはいけないんですよね。せめて今日ならチュンリーを出すまでに今に届いてくれるという。確かに確かに、はい、ただ相手になった時は必ず、あ、なるほど、全体ヒットしたのでさあここはいいぞ。おお、大胆強いですね。これ当たらないぞ、うん、しかし今投げ受け身取ったのでね、投げ受け身取らないと結構危ないことになりますが、ね、これも圧倒的比で優勢 な、 なん、うん、形。そうそうそう、うまい。さあ閉じ込めた。そう、これは十分です。はい、うん、トバですね。はい、さあ火で勝った試合が全部 2-1 ですね。はい、あ、なるほど。なんとかという感じで。そうですね、はい、倉橋流はストレートかなり多いですよね。多いですね、半分ぐらいはストレートです。うん、しかし2で3踏みとどまる。今度は引きつける。おっと、ここ逆目でしまった。最速でラストね、裏に落としまうあれというので、なかなかこのゲームの嫌な仕様ですが、アッパーで落とす。見てる恐竜では落ちないかもしれないギリギリの距離。ちょっとね、この線で捕まったあと捕まってるのかな。おっと、嫌なミスですね。スイージャンミスですね。今のレバーミスか。さあ、この打ち返しファイヤーをちょっと警戒するようになった。はい、はい、そうですね。先ほどもね、バックジャンプでミスってしまったとき、ジャンプ大結構出して、スリーヒットに抑えてた。地味に、はい、頑張っている。しかし、これは確定です。スリーバグ、はい、いや、死なない。スピニングはダメージ低いんで、うん、スピニングは12ですよね、確か、うん、はい、全然減らないですよね。12ダメージしか大きい攻めで取っていくダメージが重たく、持ちかかる、はい、さあ、きつ。これね、頑張るんですけども、竜は別に、打って OK。 おっ、点数終わったが、ネジっぱい厳しい。だこれが全て、あの勝利、全てのパターンが出てますよね。うわうわーい。いやー、これでリーチ。はい、ガードしたときに、押し置きしないとっていう話を先ほど私したんですけども、はい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 、当たってるからね。当たっちゃったらもうしょうがないですね。いや、第5相撲出す場合を、はい、2日目、遠目で結構、その直後、変えてるっぽい。ああ、そうですね。
だからその距離感がライガスが終わった後の振ってるんですね、それで。そうですね。あ、もうこれは追い詰められてますね。この開幕早々テンションは相当追い詰められてる証だと思います。お、でかい、これはでかい。うん、お、しかしな、あそうなんですよね。あれ、100列だったら大丈夫なんですけどね。そうですけどね。まあ、そうすると大達に負けるという感じですね。達が、はい、達なしに負けるという感じですが、逆にだけになります。いや、ここまでですか。やっぱ強いぞ、これは。強いですね。全部当たって、が、まだピアリーちょ、投げ返す。勝負感の塊ですね。うわー、素晴らしい。完璧だ。これはすごい。いや、圧倒してそのまま終わり、ね、なんと13試合で勝負だり、はい、勝ったのは倉橋に10対3。いや、おめでとうございます。いや、ちょっと私の予想をはるかに超える倉橋の強さでした。はい、今朝2回転の時も10の3だったと思うんですが、うるさい。あの時よりも今日はちょっと、ね、内容の圧倒感がすごかったですね。では倉橋さん、一言いただきますので。いや、まあ結構ね、今回草君とかね、草瀬尾啓司に練習付き合ってもらったんで、まあ結構いい試合できたかなって自分の中では思ってます。またね、まあこういう機会あったら、まあこの好み10先結構好きなんで、またたまに出させてください。よろしくお願いします。あと秀君、まあ挑戦っていうかね、相手になってくれてね、まあこれからまたちゃんと強くなってね、いつかまたリベンジしてくれれば俺もやりがいがあるんで、また頑張ってください。はい、ありがとうございました。まあ獣道に出ても遜色がないプレイヤーですが、今日は小物道に出てくれたということで、いや、すごかったな。やっぱり倉橋さん、このルール超強いということで、はい、毎回ね、勝者だけなんで、敗者喋りたくないです、基本的に。はい、気持ちはわかる。はい、壁は高かったが、ヒデ君もお疲れ様でした。次回のカード、すでに、はい、あ、じゃあ、草君から広告があるということですので。あ、どうも、倉橋さん、秀君、お疲れ様でした。まあ、もう次回の話になってしまうんですが、まあその前にちょっと昨日かな、ちょっと小物道専用のツイッターアカウントを作りましたので、これからはそちらで小物道の方は情報を発信していくつもりです。ツイッターで小物道で検索していただければ出ますので、ぜひそちらフォローしていただければと思います。それで、これからなんですけども、小物道のカードいくつか決まっています。まず、9月23日今月です。スペースシャトル塩釜口店で、この日、東西線があるんですけども、この日に小物道名古屋場所、ちょっと名前は分かんないですけど、インスペースシャトルやります。もうカードいっちゃいますけども、プリンスチュンリーがいるか分かんないです、多分プリンスチュンリー VS ザ・スーパースター、チュンリーバイソン、どっかでやったな。まあ小物道ってタイトルですけども、名前もそして図体もとてもでかいスターさんが出てくれます。そちらの方、まあ東西線と合わせてチェックしてみてください。多分シャトルのツイッターとかでこれから発信があると思うんで、よろしくお願いします。で、来月ですね、10月7日 V3 の後、カード決まってます。これバーサスでやるんですけども、シュウさんの剣対ムナーリさんのサガット、まあ、剣サガットということで結構皆さん見応えある試合になると思いますので、こちらの方もお願いします。あと3連休の中身なので、まあ、皆さんぜひ遊びに来てくれればと思います。で、その1週間後なんですけども、この日はエクサーがあります。で、まあ、これは別の大会なんですけど、その前日 NVC ランバとバーサスでやるんですけども、その日にも小物道やります。
スピリタスさんのバイソンとヌルポガ君の S 剣ですね。まあ、ちょっとこれはスピリタスさんがあの遠征で来てくれるということで沖縄からで、ヌルポガ君もあの実は、まあ、今東京じゃないか、神奈川住んでる、その辺住んでるんですけども、もともと熊本勢ということで、まあ、もうすごく西の2人の対決ということで、そういう意味でちょっとこの 3つのカードよろしくお願いします。以上です、ありがとうございました。はい、草くん告知ありがとうございます。ということで来月以降も続々とあの皆さん名乗りを上げてくれるようになったのでね、このイベント続けていこうと思います。また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは配信はここでストップさせていただきます。お疲れ様でした。